ガブリエラ・ミストラルは、チリの女流詩人、教育者、外交官。本名は、ルシラ・ゴドイ・アルカイアが、1945年に、ラテンアメリカ圏で初となる、ノーベル文学賞を受賞。ラテンアメリカの母との継承を受ける。同国で、最も尊敬される教育者でもあり、同国の5センチリペソ紙兵の肖像画となっている。バスク系チリ人。 チリ北部のビクーニャに生まれる。3歳の時、父親のフアンジェロニモゴドイが出本。送金が途絶えたため、イフ姉が働くアンデス山中の乾村で9歳まで過ごす。転校先で方向処分を受け、独学で詩を書き始める。14歳の時、小学校の代用教員就任を振り出しに、独学で教員資格を得て、教師や学校長として国内各地に赴いた。 1904年に地方紙などに初期紙編を発表した頃から詩人の道を歩み始める。1906年に鉄道院、ロメを売れたと交際。しかし、彼が1909年に自殺した悲しみは、詩への影響の強い作風に生涯傾くことになり、後1922年の詩集、デシロシオンに色濃く反映される。 1914年に発表したシネトス・デラムエルテ以降、ガブリエラ・ミストラル名義を使用した。1922年にメキシコ革命後のメキシコのアルバロ・オブレゴン政権の文部大臣、ホセ・バスコンセロスからメキシコ教育改革委員として、招兵を受けるなど、数回にわたってメキシコに滞在。学校制度と図書館の整備に尽力し、 移動図書館や夜間学校の導入などに貢献した。またラサロカルデナス、ミゲル・アレマンといった歴代大統領や壁画家、ディエゴ・リベラ、彼の妻で自画像を描きながら病と戦ったフリーダ・カーロラと信仰を温めた。帰国後、スペインに関する教授の称号が地理大学によって授与される。国際的な名声を得た後はアメリカ合衆国とヨーロッパを 公園旅行で訪れた。マドリードで死臭、テルヌーラを発表する。続いて、ブラジル、ウルグアイ、及びアルゼンチンを訪れる。教団を去った後は、1925年から1934年まで、フランスとイタリアに在住しつつ、国際連盟の職務に就く。コロンビア大学、バッサー大学、及びプエルトリコ大学の教団に立った。 1933年から外交官として活動し、ナポリ、マドリード、ニース、リスボン、ロサンゼルス、サンタバーバラ、ベラクルス、ラパロ、ナポリ及びニューヨークに領事として勤務し、文化交流を積極的に行った。長年の友人であるジャーナリストのビクトリア・オカンポの助けによって、死臭、タラがブエノスアイレスで1938年に発行。 ラテンアメリカの習慣と民族学が盛り込まれた。この詩集は、彼女及びラテンアメリカのバックグラウンド、アイデンティティを追求したものとして評価が高い。1945年にラテンアメリカ圏で初となるノーベル文学賞を受賞。ラテンアメリカの母との継承を受けた。彼女の17歳の老い、ホアン・ミゲルが自殺。その悲しみ及び 第二次世界大戦後の冷戦への返答として、死終、リガーを1954年に発表した。1957年1月10日、ニューヨークでガンで死去。67歳。チリ政府はこの国民的詩人に3日間の謀を宣言した。死後、集大成的作品、ポエマでチリが発表される。ありがとうございます。